d n a は1日、ヤマト内野手、太田大志外野手、楠本康氏外野手ら10選手と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。チームは現在3位で広島と CS 争いの真っ只中。2軍は42年ぶりにイースタンリーグを制覇し、10月5日にソフトバンクとのファーム日本選手権が控えているが、戦力整備に踏み切った。 下向き黒三角通達を受けた選手は以下三浦銀二投手、高田拓り投手、ウィルニー・モロン投手、アレクサンダー・マルティネス投手、大和内野手、西浦直道内野手、小深田大地内野手、太田大使外野手、楠本康志外野手、村川奈外野手、大和は阪神で5年度高校生ドラフト4巡目で阪神入り。 内外野を守れる堅実な守備力と勝負強い打撃で12年間プレー FA で DNA 入りし、19年には自己最多の137試合に出場した。36歳で迎えた今季は42試合の出場にとどまり、来季の戦力構想から外れた。大田は東海大相模から8年度ドラフト1位で巨人に入団。16年オフに日本ハムにトレード移籍し、 21年オフに自由契約となって DNA に入団した。移籍1年目の22年には打率278を残すなど、右の強打者として3年ぶり CS 進出に貢献した。今季は3月に左太もも裏の肉離れで離脱。その後はファーム暮らしが続き、一軍出場は叶わなかった。楠本は17年度ドラフト8位で DNA 入り、左の高打者として、 22年は94試合、327打席に立ち打率、252、6本塁打、26打点と活躍した。だが、昨季は94試合で打率、191、今季は結果を残せず18試合と出場機会が減少していた。三浦は放題から21年度ドラフト4位で入団したが、3シーズンで7登板。今季は1軍登板がなかった。 西浦は放題から13年度ドラフト2位でヤクルト入り、18年、20年には10本塁打をマークするなど、通算38本塁打。右の長距離砲として期待され、23年にトレードで DNA 入りしたが、結果を残せなかった。